赤間ヨガスマイル。さあ始まりました、赤間ヨガスマイル。今回私がやってきたのは宮古諸島の下地島空港です。そして今回私のお供をしてくださるのがこちらの方です。どうも、中村雅也です。お願いしますよろしくお願いします。めちゃめちゃ綺麗、やっぱり後ろね、すごくいい場所ですね。このね、下地島の空港ね、よく使うんですけどね、はい、大体二日酔いなんでね、ちゃんと見たら素晴らしい空港です。ようこそ宮古へ。マサヤさんは BS 吉本は初めて、はい、初です。お、じゃあ今回赤間ヨガスマイルで初登場。はい、そうです、初登場です。はい、え、宮古島って何局くらいあるんですか。宮古はね、民放は3局。中村さん、逆に3曲しかないってことは、はい、もうこれチャンスですよ。 BS 吉本さん、まあ、素晴らしいと思いますよ。やってる場合じゃないです、民放目指しましょう。ここ大きい声言えないですけど。じゃあ赤間ヨガスマイル売り込んで行きましょう。それもね、売り込み広報もやらせていただきます。お願いします。はい、あのこの番組ちょっと最高のヨガスポットを探すという番組なんですけど、はい、正也さんありそうですか。いや、宮古はね、本当もうここだけ、空港のこの一部だけでももうヨガしたいです、多分ここで。ここでできちゃう。まだまだありますから。おー、じゃあちょっと楽しみにしてますので。期待してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。赤間さん。はい。今ね、ちょっと、宮古で、はい。暑い。映えスポットといえばね、はい。こちらなんですよ。え？国中商店さん。国中商店さん。そう。まだね、僕もちゃんと行けてはないんですけど、例えば島の若者だったり、はい、観光客がね、最近宮古多いんで、はい、すごいらしいんですよ。これはもうワイドですな。ワイドこれはもうワイドだな。ワイド、はい、あ、ごめんなさい、これ宮古の方言なんですけど。いや、わかんないですよ。なんだワイド。何頑張れ、頑張れ、ワイドは頑張れです。知らなかった。こういうの入れていきますね。ありがとうございます。いきます、暑いしね、いきましょう。どうぞ。はい、では入ります。お邪魔します。こんにちは。はい。あー、なんかおしゃれですね、店内。いいでしょ、うん、おしゃれ。大体ね、宮古島のお店とか、うちの店もそうなんですけど、はいはいはい、こういうグッズも置いてたり、グッズもあるんだ。 T シャツとか、あ、美味しそうな食べ物がある。わあ、これは注文するの迷っちゃいますね。カツオがめっちゃ有名なんですよ。だから鉛節を使った。鉛節、めちゃくちゃ美味しいと思いますよ。何飲みます？飲みまず、何が、何これ、スムージーじゃなくてズミージー。気になりますね。黒糖、訳すと黒糖チンスコの最高スムージー。最高じゃないですか。ズムージー。ズムージー。え、私これがいいです。とはね。お腹大丈夫ですか。え、何か頼みましょう。いや、食べてほしい。サラハマは。これにします。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。レディーに持たすわけないですか。優しい。あ、どこで食べましょうか。外行きましょう。外、せっかくだったら。じゃあ外行きましょう。よいしょ。外でも食べられるんですね。そう。食べますか、じゃあ。はい、ではいただきます。いただきます。どうぞどうぞ。うわ、どれから行こうかな。ちょっと溶けそうなんで、うん、ズミージーね。ズミージーからいただきます。え、どんな味するんだろう。うん、あ、すごい、ちゃんとチンスコーのザクザク感もあって、なんか沖縄のフラペチーノって感じ。出た。おしゃれ。美味しい。宮古のフラペチーノ。うん、ちょうどね、やっぱほら、ここは今ちょっと涼しいですけど、うん、汗かくでしょ、うん、やっぱこの甘みをね、糖分も取らないとダメなんで、うん、食べてください、バーガーの方も。あ、そうですね、バーガーもぜひぜひ。はい、ではいただきます。なわり節感じる。感じました。うん、やった。おいしい。うん、合うんですね、ベーグルと。おいしい。カツオが有名なんですよ。うーん、それをこう、なんて言うんだろうな、旨味を凝縮させた。うんうんうん。だからあの宮古そばっていろんな店もあるんですよね。はいはいはい。でこの辺は割とその漁港も近いんで、うんうん、そこは結構鉛節効かしてる宮古そばが多い。うーん、
若者との融合、おしゃれなバーガーに都の名産を入れる、これは素晴らしい。合います。うん、なんか後から旨味がきます、カツオの。おいしい。そうそう、いただきます。うん、うん、これもズミズミすぎる。アグー出た。うまいわ。うん、ほんとね、普通のソーセージよりも、はい、これはね、なんて言うんだろうな、とろけるというか、あ、そうなんですね、油の旨味、へー、甘い甘い、うん、これが特徴なんです、アグーは。うわー、美味しそうだな。今回だから、うん、海とヨガ、海とヨガ、うん、それをテーマにちょっと海、空、海、ヨガで、あと愛、愛、愛、愛ラブも入るんですね。ラブもあればなせっかくだし、写真撮りましょう。お、いいですね、撮りましょう、写真撮りましょう。これ気になってた。はい、チーズ。わあ。やば、漕いで見ちゃおうかな。わあ、楽しい楽しい。今度、まさやさんもやってみてください、ぜひぜひ。よいしょ、なんかデートみたいですねデート番組になっちゃって。いきますね。あー、足長やばい、20年以上ぶりかも。ちょっと遊んでばっかりなんですけど、はい、この番組は最高のヨガスポットを探すという番組なんですけど。忘れてました、はい、すいません、浮かれて申し訳なかった。そうでした、はい、そうなんです。最高のヨガスポットありそうですか。任せてください。お、行きましょう。はい、よろしくお願いします。ヨガしに行きましょう。はい、こっちです、行きましょう、はい、レッツ赤間ヨガスマイル。今回は下半身のむくみを解消するヨガを行いたいと思います。リンパの流れを良くすることでむくみを解消し、足痩せ効果が期待できます。皆さんもぜひやってみてください。それではよろしくお願いします。お願いします。マットの上に仰向けの姿勢になります。吸って、右膝を胸の方に引き寄せて、右手の親指、人差し指、中指で右足の親指を持ちます。息を吐いて右足を上に伸ばし、マットと垂直になるように足を伸ばします。下の足のかかとは下に押し出して、ここでキープしていきます。息を吸ってその足を外側に倒します。左手は左の腰骨に置き、両方のお尻が浮かないようにしましょう。両方の肩はマットにつけて、このままキープしていきます。息を吸って右足を正面に戻し、膝を緩めて仰向けの姿勢に戻ります。今度は反対足、吸って左足を胸に引き寄せて、左の親指、人差し指、小指で左足の親指を持ちます。息を吐きながら左足を上に持ち上げ、マットと垂直になるように足を伸ばしていきます。下の足のかかとは下に押し出して、息を吸ってその足を外側に倒します。右手は右の腰骨に添えて、両方のお尻が浮かないようにしましょう。両方の肩もマットにつけて、呼吸を続けていきます。
息を吸って左足を正面に戻し、吐いて膝を緩めて仰向けの姿勢に戻ります。はい、それでは起き上がって、今度は長座の姿勢になります。今度は右足の膝を立てて、左足をまっすぐ前に伸ばし、かかとを押し出します。骨盤を立てて両方のお尻でマットを押します。吸って右手で右足の膝の裏を持ち、吐いて足を斜め上に上げます。このままキープしていきましょう。できる方はつま先を自分の方に引き寄せ、上げてる足のかかとを前に押し出します。頭頂上に引っ張り、長い背骨を作りましょう。肩の力を抜いて、足のふくらはぎの裏側、ももの裏の伸びを感じていきます。息を吸って膝を緩めて長座の姿勢に戻します。今度は反対足、左足の膝を立てて、右足はまっすぐ前に伸ばします。前の足はつま先を立てて、かかとを押し出します。今度は左手で左足の膝の裏を持ち、吸って吐きながら左足を斜め上に上げます。両方のお尻でマットを押し、頭頂は上に引っ張ります。肩の力を抜いて、ふくらはぎの裏側、ももの裏側の伸びを感じていきましょう。息を吸って膝を緩めて、そのまま前に伸ばして長座の姿勢になります。今度は足の裏同士を合わせて合席の姿勢になります。左足を前に伸ばし、右足首を左足の太ももの上に置きます。左足の膝を曲げて、両方のお尻でマットを押しましょう。どちらかのお尻が浮いてしまう方は、右足首を左足のふくらはぎ前についても構いません。無理のないところで行っていきましょう。このまま背筋を伸ばして、吸って右手を横から上に持ち上げる、吐いて上体を左に倒します。そのまま肩や胸を開いていきましょう。脇腹の伸びを感じていきます。ここから少し上体を起こしたら、今度は左斜め前に両手をつきます。できる方は肘をついて、ももの上に上体を預けていきましょう。ここでリラックスしていきます。余分な体の力みや緊張を手放していきましょう。息を吸って上体を起こし、吐いて両手を体の横について一息つきます。今度は反対足、もう一度合席の姿勢になって、今度は
右足をまっすぐ前に伸ばします。左足首を右足のももの上に置き、右足を曲げて両方のお尻でマットを押します。どちらかのお尻が浮いてしまう方は左足首を右足のふくらはぎの上、前についても構いません。無理のないところで行ってください。このまま背筋を伸ばしたら吸って左手を横から上に持ち上げる。吐いて上体を右に倒します。肩や胸を開いて脇腹の伸びを感じていきましょう。吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、両手を体の横について一息つきます。そしたらもう一度足の裏同士を合わせた合席の姿勢になり、両手で両方のつま先を持ちます。吸って背筋を伸ばし、吐いて上体を前に倒していきます。両方の腕は前に向かって伸ばし、少し肘を緩めましょう。ここでキープしていきます。体の力を抜いて呼吸を続けていきましょう。股関節がほぐれてきた方はもう一つ両手を遠くに伸ばして、息を吸って上体を起こし一息つきます。そしたらもう一度仰向けの姿勢になります。両足を上に向かって持ち上げて、つま先を手前の方に引いてかかとを押し出します。このままふくらはぎの裏側、ももの裏側の伸びを感じていきましょう。この体勢が辛い方は壁を使って壁に足を預けても構いません。したら両手も上に向かって伸ばし、ブラブラと揺らして力を抜いていきましょう。キリのいいところで両手両足をマットに下ろし、左右どちらか好きな方に寝返りを打って、上の手でマットを押して頭が最後になるように上体を起こしていきましょう。はい、お疲れ様でした。マセイさん、いかがでしたでしょうか。硬いですね、俺硬いわ。でもなんかちょっとすっきりはしました、はい、あ、よかったです、はい、続けていこうと思います。気づきがあったということで、はいはい、運動不足です。しかもこの海の音がいいですね。癒しはね、うん、シチュエーションと、はい、袴さんは完璧です。俺の硬さだけが問題なんで精進します。続けていくことが大事なので、はい、ぜひやってみてください、はい、今回は下半身のリンパの流れを良くする効果が期待できるヨガをやったんですけど、どうですか、なんか期待できそうな感じですか。やっぱ仕事から立ってることが多いので、もともとバスケやってたりスポーツやってたんですけど、はい、最近サボってたんで今やっただけでも効いてる感じはしたんで、お、よかった。あとでまたやり方教えてじゃあ個人レッスンやりましょう。はい、それでは次回もあなたの街でヨガスマイル、それではまたお会いしましょう。